戦いの世界で生きてるんで、まあ、このリングに上がるときは武士のパワーじゃないけど、まあ、宿していくっていう意味も込めて刀を入れたんですけど、 GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。格闘家の萩原恭平です。タトゥーツアー、今日は僕の人生とともに刻まれたタトゥーを紹介していきます。レッツゴー。ファーストタトゥーがこの女性が巻きタバコを舐めてるタトゥーなんですけど、これを19歳ぐらいかなの時に初めて入れて、自分がタトゥーを入れるきっかけになった先輩たちがこういうジャンルのタトゥーを彫ってて、でやっぱりその何を入れたいかっていうより、とりあえず早く埋めたいっていう、そういう気持ちが強くて、で初めて入れましたね。今この着てるファットランクっていう大阪のブランドなんですけど、まあ、このブランドをしてる先輩たちが、まあ、こういうタトゥーを入れてて、で、まあ、その人たちがウェスサイのスタイルも音楽だったり、まあ、ダンス、まあ、そういうのをすごい好きな人たちで、まあ、よくその遊ぶようになって、まあ、そのスタイルがかっこいいなと思って、まあ、自分の中でいろいろ調べて、まあ、この全身に彫っても、まあ、やっぱりかっこいいなって、いけてるなと思ったんで、ウエスタイのタトゥーを入れるようになりましたね。これとかはピストル、グロックっていう銃なんですけど、どういう銃がいいかっていうのを相談した時に、例えばトゥーバックとか、トゥーバックが撃たれた時の銃もまあグロックやったっていう話とかも聞いて、高校を入れたり、肘のところはクモの巣で、もうここは骸骨でも、ここは女性なんですけど、これは煙ですね。煙がこの下から上に上がってきてるっていう感じでやってて、まあ、所属ジムがスモーカージムっていうジムで、やっぱその煙だったりとか、こういう巻きタバコにやっぱ関連があるんで、この見切りを煙で仕上げてもらいましたね。大阪のデスペラードっていうところのホリマンさん、もうここは全部そのマンさんっていう方にやってもらったんですけど、かっこいいな、いけてるなと思ってた先輩たちもそのマンさんによく彫ってもらってて、で、まあ、ここもそうやし、この足とかもマンさんに仕上げてもらって、ブラック&グレーのタトゥーではすごい有名な人で、彫ってもらってよかったなっていうのはほんまに心から思いますね。思い出のあるタトゥーで言えばこの胸の一面に入ってるんですけど、このタトゥー入れたのは確か22、3歳ぐらいですかね。小学生ぐらいの時からずっと一緒にいた親友がいるんですけど、その親友が22、3歳ぐらいですかねに亡くなってしまって、まあ、その友達も格闘技をしてて、で昔からやっぱりそのお互い刺激し合えるすごい関係性の親友だったんですけど、亡くなった時に、まあ、ちょうどこの胸にタトゥーを入れたいっていうのを思ってて、何を入れるかってなった時にやっぱその親友のことしかないなと思って、ウィズ・カリファの See You Again っていう歌の歌詞と、でこの真ん中が王冠をかぶってるコウモリ、例えばその死者を象徴する動物っていうのを、まあ、昔の方に聞いて、もうこれやっていうのでもすぐ決めて、でやっぱりここのタトゥーが一番思い入れもあるし、一番痛いところにその一番思い入れのある、まあ、その親友のことを入れようと思って入れたんで、やっぱり思い入れはありますね。一番興味があったのは、まあ、もう今は亡くなられてるんですけど、山本キッドさん、すごいこの印象的というか、海外のファイターたちの間でもすごい人気があったっていうのも聞くし、ライフスタイルもそうやし、まあ、一番やっぱかっこいいなと思う人なんで、まあ、もう不可能ですけど、まあ、もし可能なら詳しく聞いてみたいですね。これは自分がその有名になったきっかけ、ライジンっていう格闘技団体に出て、当時デビューしたライジンの大会のナンバーがライジン22、自分のこれまでのキャリアの中でこの一番納得のいくいい勝ち方をできた試合があるんですけど、22秒 KO 勝ちっていうのもあって、22っていう数字にすごい縁があったというか、脇腹にこの何か入れようってなった時にバランスだったりとか考えた時に数字がいい、数字ってなれば何番がいいやろ、あ、そうや22やっていうのを思って、でそれを入れましたね。かなみもやっぱ総合格闘技は、まあ、ライジンはリングなんですけど、まあ、基本はそのカナミっていうケージの中で戦うんで、まあ、それを入れたりとか、まあ、この太ももには虎が入ってるんですけど、まあ、この虎は自分の中で結構お気に入りで、でここにはこの文字があるんですけど、まあ、これは僕が好きなその格闘家のコナー・マクレガーが、言ってた言葉を入れてるんですけど、まあ、自分自身を
まあ、このすごく信用して自分を止めるものは何もない、まあ、とにかくこの自分を信じきっている、戦いに行く前、リングに上がる前っていうのは自分自身を信じないと何もできないと思ってるし、まあ、試合前バックステージで待機してる時だったりとか、ここが一番目に入りやすいんで、言葉を見てしっかりこの自分を律するじゃないけど、まあ、そういうところをしっかり意識していくようにっていう意味でここに入れたりしましたね。背中のタトゥー、ジョエって刀が2本こういう感じで入ってるんですけど、リングの上ですけど、まあ、そういう戦いの世界で生きてるんで、まあ、このリングに上がるときは武士のパワーじゃないけど、まあ、宿していくっていう意味も込めて刀を入れたんですけど、まあ、結構このタトゥーは評判が良くて、まあ、自分のファンでもその真似をして入れましたっていう人も結構いてるぐらい良くて、まあ、これが自分の中では、まあ、一番そうですね、自分らしいというか、まあ、この戦いの場に生きて、まあ、先祖が武士で、まあ、そうやったっていうのもあるし、自分らしいタトゥーかなと思ってますね。次は一応背中に毘沙門天っていう戦いの神なんですけど、まあ、それを自分ずっと入れようと思ってたんですけど、大臣の人に次これを入れようと思ってるよって言ったら、それはちょっと待ってくれと言われて、地上波出られなくなるぞっていうのを言われて、で、まあ、やっぱり自分の中では地上波に移るっていうのはでかかったんで、まあ、一旦ちょっと止まろうかなって思って止まってた先、まあ、ライジンは地上波放送がなくなったんで、これからはもう好き勝手入れたろうかなと思ってますね。二十歳の時に、まあ、一人でアメリカに行ったんですけど、どうコミュニケーション取ってもいいかわからないっていう時に、このタトゥーをきっかけで喋りかけてくれる人がもうすごい多くて、お互いのタトゥーを見せ合って、あ、これいいねとか、あ、これかっこいいなっていうのを、まあ、そこでこのタトゥーきっかけで交流ができた、そこが最近で言えばでかいかもしれないですね。やっぱ入れてる人ならわかると思うんですけど、その場は激痛で、もうめちゃくちゃ嫌やし、もうたまに堀さんにこのイライラしてくる時もあるぐらい、もうそんぐらい痛いんですけど、でもやっぱ終わったらこの次何入れようっていうのを考えてるし、まあ、生まれ変わったらせっかくなんで、その違うジャンルの、まあ、今で言ったらそのトライバルとかも好きなんで、まあ、一面トライバルとか入れたいなと思ってますね。まあ、その今日本をその動かしてる人たちっていうのがやっぱりその目上というか、その年が上な方たちばっかりなんで、そこの世代がごっそり変わらないと、まあ考え方も変わらないなと思って、まあ自分はその日本がそういう風に住み、例えば入ってる人が住みやすくなる環境になる前に、もう自分が日本から出ていこうと思ってるんで、なんでまあそこに関してはまあもう期待はしてないというか、まあ自分が住みやすいところに自分が行けばいいだけの話なんで、まあそういう風に思ってますね。僕のタトゥー、いかがでしたか。まあ、普段、こういうタトゥーを紹介することは、あまりなかったんですが、まあ、意味や思いがあったのでお話しさせてもらいました。それでは萩原恭平でした。またお会いしましょう。